この辺り全体が硬くなられてます。そうですね。で今めちゃめちゃ柔らかく押さえたんです、はい、でこの背中押さえてこの背中が痛いのってどんな感じかって言ったら、はい、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチに硬くなってますよと言ってます、はい、でこの背中の疲れっていうのは実は足の疲れから上がってくるので、はい、でもそれを緩めていくんですけども、この硬くなっている冷凍庫の中のお肉を生肉に戻すこの瞬間が結構痛いですからね、はい、で足から緩めていきます。今から本番頑張ってください、はい、こんな感じ。あ、気持ちいい。あ、気持ちいい。よかった。ここは気持ちいい。ここは気持ちいい。あー気持ちいいですか。あー、でも下の方はないとね、人間ね、笑っちゃうんですよね。開始すぐですよ。で、これが60分ずっと続きますから。よく言われます。そこがやばい。この疲れがこう上がってきて、この辺とかこの辺とかこの辺に上がっていきますから。私は大丈夫って言ってくるんだよね。大丈夫とは思ってなかったですけど、痛い。これド S じゃないとできないですよね。痛い。ありがとうございます。痛い。一気に汗が、一気に汗がね。って言ってもね、痛がってるの気にしないことですよね。すごい、すごいわ、はい、これより痛い人、痛いの求める人ってすごいな。いるんですよ、実際ね。だってあれ、はい、1個上のなんかありましたもんね、はい、1個の、ここだったら受け耐えれると思うんですけど、はい、こんな強さになるんですよ。あー、マジ痛い。でそれを受けたいっていう人が結構うちの常連さんには多いので。ああ、なるほど。まあ、ここまでやってくれるとこないですよね。そう、だからね、一回受けて痛すぎて二度と来ないか、もう頑張って2回目、3回目まで続いて3回目超えたらずっと来られますね。ああ。でもそこの壁があります。あれですね、なるほどな、はい、辛いラーメンと一緒かもしれない。あ、そう本当だから、あのテロップとかでもよく入れてるんだけど、うん、激辛ラーメンの店。あー、いい膝の裏。あー、ちょっと待って、痛い。で、はい、反対の足。あの、左がやばいんです。ここですね。いやー、あー、まともだー。
逃げてもダメなんですね。そうなんです。痛い、ちょっと痛い、いやあ、かかかか、いやー、これやばい、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 痛い、やばい、やばい、やばい、あっか、痛い、痛い、あっか、全部痛い、左、ね、左全部痛い、この辺も痛い、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 ぶつけちゃった、ここはね、誰でも耐えれるんですよ。あ、なるほど。まあ、マラソンとかする人はちょっとこの辺痛くなるんでね。痛い、痛い、そこ油断は大敵です。これはお尻怖いよ。正解、正解よね、正解よね、もう怖いよ。正解よね。